座禅の時はですね、いろいろな思いというのを人間の一切一遍ですね、断ち切ってもらうんですね。これが大事なんです。だけど僕らの中には呼吸が起こるままにするのではなくて、吐い息をつかみもっと吸わなきゃとか、出る息を手放そうとしない傾向がある。この傾向をやめていく。自分自身の生きるエネルギーとなっていくプロセスを味わっていきます。すごく慎重に歩かなきゃならないということはないんです。むしろリラックスをして自分がすごく気持ちがいいなっていう感じで歩いてください。でも前の話で哲学的なことで考えていくと、白く色をつけるんじゃなくてグリーンを見ましょうと思います。灰の部分をもうちょっと見ましょうよ。乾杯したいと思います。乾杯。自分は変われるんだと思っている人たちがミスをした瞬間に注意に関わる脳活動が高まったんですね。シュールな光景なんじゃないかと思ってます。エネルギーに変える際にもう一つ必要な要素があるんです。それは酸素です。